こんにちは、吉田さんできないことがリスクね、うん、確かにね私はね、今回町内会ってテーマでそのお話をしようかと思います私は今ね、町内会活動に参加していて、えー、まあ、割とねいろいろとやらせていただいてるんですけども困った問題ってのが インターネットががね、使えなないい方が大半だっていうことなんですよ。スマホも持ってないしメールアドレスもないと当然 LINE なんてやってるわけないですよねでこういった方にこういう風なね、まあ、言ってみればスキルの低い方に合わせないといけないとどういうことが起きるかっていうと何かを確認したり何かを話し合おうとした時にいちいち集まったり訪問したり書類をポスティングして返信を23日待ったりとかねしなくてはならないんですよ うん、ここにはいろんなね無駄なコストがかかってきます例えば紙のコスト印刷するインクのコストそれを届けるコスト受け取るコスト、うん、非常にもったいないですよねすごく時間もかかりますよねで一、えー、年中なんか町内会活動に従事してるような感じになるの、ね、ではないかなと思いますよねこれはねやっぱりメールとか LINE に慣れた現代の人たちには20代とか30代の人には受け入れがたいことだと思うんですよ当然、町内科活動にすごくね 参加しづらくななるのも当たり前かなと思うんですよいちいち集まらないといけないとかねで私はね、あのー、一部の LINE のできる方に資料を送ることがあるんですよ資料本来なら印刷して臨時集会を設けてそこで資料を配って討議してみたいなことをしてね、えー、ものすごく時間がかかるんですよねで印刷して印刷のミスがあったらまたねこれ違うよとか言って余計な質問くるんですよ違っててどういうふうに解釈すればいいのか分かってるのに質問が来るんですよ、うん で、あのー、多少の誤字脱字なんて別にどうでもいいわけなんですよね。あの公文書でも何でもないわけですし、意思が伝わればいいんでね。そもそも会議が終わったらポいポイって捨てるような紙ですから、そんなことにこだわってね、えー、5秒、10秒と時間もったいないなと思うんですけども、ただこれ、LINE でやるとね、ものすごくスムーズなんですよ。集まらずに LINE でやると、やり取りが何回も何十回もできますんで、ほとんどね、月に1回しか会わない人と、最も仕事が進むみたいな状況が起きるんですよ。さあ、ここで何がいるかっていうと、 あのなのんかね世の中っていうのは一番の何う、まあ、低レベルな人って言っねまた言い,言い方に語弊があるかもしれませんけども新しいことをやらない人に照準を合わせるとせっかく新しいことができるようになった人もそれが使えないんですよその手法が禁じられるんでむちゃくちゃ手間がかかるのとこっちの方がいいのになと思いながらそうじゃない方法を 選ばざるを得ないんですごく負担を感じて、そんな人とは付き合いたくないよ。みたになってしまうんですよ。これが独居老人のね姿だと思います。考えてみると70代80代の方だって。30年前は40代であり50代だったんですよね。で、インターネットやメールが始まったのって30年前ですからね。だから、その時社会の第一セントル40代50代の時にあ。 メールかインターネットか若い者のことは分からんよとか言って部下に押し付けて自分がやらなかった結果が今の70代、80代のできない世代なんですよね。で、そういうことを考えると私もね、今ね、40代です。もうすぐ50代になります。今、10代とか20代の子が一生懸命やってて、そのもうもちゃくちゃ取り組んでいて、それが30年後までね、持ち越せそうなスキルっていうのは今のうちに身につけとかないと30年経って、あ40代、50代の時にそういえば始まってたなと、あれが今の 私が80になるまで続くとはみたいな感じでねものすごく負担を感じて30年間40年間と自分が下げ続けてきたものに今度は避けられるようになってしまうんですよねまあこれがねできないことのリスクなんですよどうでしょうかね今一人で稼げるっていうリスクああ一人で稼げるっていうスキルを身につけた40代が50代60代70代になって不安あると思います一人で稼げるスキルですよでも一人で稼ぐスキルを40代とか50代の時にまあ いいやとまだ体も丈夫で働けるしっていうふうにしてしまうと70代80代体が元気でなくなった時にあ稼げるスキルがないわってことに気づくと思うんですよ。こここういうういいとととと想像ししたらとっても恐ろしいことだと思うんですよねある人は70代80代でもお金が十分あって生活にゆとりがあってである人はスキルをつけなかったばっかりに本当にですね生きていくのがやっと生きていくのが辛い70代80代になって人とのつながりもなくって家の中にねポツンとしていて。 誰もも尋ねるものはないし携帯を見ても携帯っていうのはその頃なくなってると思いますけども携帯を見ても誰からのメッセージも,も来ないそもそも LINE 友達がいないみたいなねこんなことになるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですんでね今フェイスブックをやったりとか LINE があるとかね SNS でどっぷりハマってるっていうのは未来へのとてつもない投資になると思うんですよねいかがでしょうか